はい、こちらね、難波小田ロード周辺で販売されているね、レンタルショーケースを借りているレンタルショーケースオーナーさんのね、オリジナルバトルスピリッツ1パック100枚入りのオリジナルごちゃ混ぜオリパの商品の消費会をさせていただきます。はい、こちらがね、先ほど紹介させてもらったね、1パック分目の1パック分のね、開封後のオリパとで、こちらがね、ちょっと待ってくださいね。はい、こちらがね、2パック分目の紹介のオリパになってます。あれ、どこ行った？ちょっと待ってくださいね。あれ、手袋はどこ行っちゃったんですよ。あ、うちのね、猫ちゃんがね、隠してました。よくいたずらするんですよ。こちらの方ね、ちょっとこっちの方避けまして、で、こちらね、次また3パック目の方を開封していきたいと思います。これ毎回ね、この間も言ったんですけど、これほんと賢いですね。単純なんですけどね、これをこう2つくっつけてね、こういう自動販売機でね、出てくるあれですね、パックなんですけどね。単純なことなんですけど、なんかこれ賢いですね。なんかこうしたらほんまに100枚ボックスのこのね、入れ物みたいな。まあ他の人も多分こんな風にして販売してる人も中にはいると思うんですけどね。僕でも今回こういう風な考え方でオリジナリティな販売してるのは初めて見ましたね。まあよくね、これのね、このボックスをこう、再利用してね、この一ケースをそのままね、使ってる人は僕よく見かけますね。ほんで、ここにね、パソコンでなんかこう、上から G みたいな彫ったり、シールをつけてね、このボックスの中にはこんな入ってますよっていうオリジナルのボックスとして使ってるんですけど、この二つをテープで留めて、ね、大量に物を入れてこう、販売するっていうのは僕、ああ、すごいなって思いましたね。単純なことなんですけど、はい、こちらがね、ユキンコイエティ。はい、こちらの方と、はい、ジェルフィー。これもあるあるなんで、僕の中でね。はい、これがね、ゲバルバート。はい、こちらの方と、お！あ、でもね、これもね、ちょっと今、光のこのね、影ね、わかりにくかったんですけど、これもね、僕の中であるあるです。多分ね、これあるあるって言ったら分かってくれる人多いと思います。ただ、スーパーあるあるじゃないですね。まあ、あるあるですね。これ、兵器士ボールス。あ、これ僕持ってる記憶ないな。これ嬉しいな。はい、こちらの方と、はい、こちらとね、やっぱまた出ましたね、これ。ごめんなさいね、メタルエテモン。安物、格安オリパをね、開封してる動画の人見ますけど、これしょっちゅう出てきますよね、本当に。リュードロイド。これもね、どっちかといえばちょいあるあるですね。うん。ほら、これまた出てきたでしょ。これもあるあるですね。ある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 ですね。デジバイスね、もう。いや、別にこの1位に対してもうって言ってんちゃいますよ。バトスミさんに対してね。はい、ガトリングスタンド。僕は普通にこういうね、格安を買わせてもらってますけど、これね、しょっちゅう普通の正規の値段で買ってる人に買ったらもうでしょうね、本当にね。はい、ちょっと待ってくださいね。時止まりの表現。これあんまりわからんな。はい、こちらの方と、オッドセイ。あ、オッドセイね。これもね、ちょいあるあるやね。はい、こちらの方と、あ、これの中でダブってますね。まあ、たまにはね、このオーナーさんも忙しいんだよね、もう。エレファントタイト。
なるべく本当にね、今3パックも開封していたんですけど、なるべく本当に1パックの中ではダブらないようにね、していた、もらってますね。うん。ものすごいね、時間かかってると思いますよ、この人の中では。ものすごい大量にあって、おそらくこう、仕分けしてるんでしょうね。なるべくこう、かぶらんように、この1ボックスの中にはね、1パックの100枚の中には。それでもね、やっぱり、だいぶ時間かかると思いますよ。100円に対してね。フロットも。あ、これは持ってる記憶ないな。うん。でもね、これもね、なんかノーマルカードコーの、コモンカードの20の中に入ってたと思います。はい、こちらの方と、はい、こちらの方とね、Cドラモン。これもあるあるですね。これもよく見かけます。皆さんのオリパー開封してるとこ見させてもらったらね。あ、これ記憶にないな。まあ、こちらの方と、エターナルシールド、こちらと、こちらと、こちらと、あ、出ました。トゲモンくん。これもあるあるですよね。なんか、ファイナルファンタジーに出てきそうな、あのね、あ、まあ、やめとこう。あ、ピノッキモン、これもよう出ますね。これも、スーパーあるあるですね。はい、こちらと、はい、こちらと、なんかこれ雰囲気があれですね。エヴァンゲリオンのなんか、アクマスプラ、そうなんかな。こちらと、ハンブダンブ、はい、こちらと、ザトゥガ、これ記憶にないな。これとセイランの国、これとランマーゴレム、あ、これも僕持ってないような気がする。あ、もうこれもう説明する必要ないね。はい、こちらと、なんかこれあれですね、ファイナルファンタジーの感じの絵柄に、僕からしたらなんか雰囲気がね、この真ん中のキャラクターが。はい、こちらと、こちらと、はい、こちらと、あ、これもちょいあるあるですね。ちょいあるある。はい、こちらと、これもあるあるですね。はい、こちらと、あ、これもちょいあるあるですね。あ、これはハイパーあるあるかもわかんない。これしょっちゅう見かける。これはあんま記憶にないな。まあ、こちらと、あ、これも、ベリーベリーあるあるですね。格安オリパー見て、してる人よく、これも見かけますね、これ。ヘブンズナックル。間違ってたらごめんなさいね。これももう、しょっちゅうですね。あ、これ知らないな。ごめんなさいね、これね。炎の楽園。これなんか僕の中では全然ですね。持ってないです、多分。これと、こちらと、ワーニングアタック、はい、こちらと、あ、これもあるあるですね。ちょっといいあるあるですね。はい、こちらと、こちらと、なんかこれあれですね、ダライアスみたいな感じですね、絵の雰囲気がね。わかるかな、ダライアスって。はい、こちらと、あ、これもハイパーあるあるやね。これもね、もう言うやめときますね。これもちょっとあるあるですね。これと、これもちょっとあるあるですね。はい、こちらね、前半の方打ち切らせていただきます。